エアトランザット236便滑空事故は2001年に発生した航空事故である大西洋上の巡航高度から動力なしで滑空し緊急着陸に成功した1999年5月30日に撮影された事故期2001年8月23日エアトランザット236便はエアバス A330 から200で運航されており カナダのトロントピアソン国際空港をアメリカ東部夏時間の午後8時52分に離陸しポルトガルのリスボン国際空港に向かう大西洋オーダンビンであった。同便には乗客293名と乗員13名の306名が搭乗しており航空燃料47.9トンを搭載していた。当時大西洋を結ぶ航路は混雑しており管制官は 航路の 90km 南を飛ぶように指示し、それに沿って飛行していた。離陸して、およそ4時間後の8月24日午前4時38分頃、大西洋上を巡航中に燃料漏れが始まった。しかし、コックピット内のクルーはこれに気づく術がなかった。午前5時33分、左右燃料タンク内の残燃料のアンバランスを示す、警報が作動した。操縦乗員は、当初、 ケーキの誤作動を疑ったが、念のため、クロスフィードバルブを開き、左右の燃料系統を接続することでアンバランスを解消しようとした。ところが表示される、残念量がどんどん減少していくことからリスボンまで行き着くのは不可能と判断し、アゾレス諸島、テルセーラ島のポルトガル空軍、ラジェス航空基地にダイバートすることを決定した。しかし、燃料の急速な減少は止まらず、 午前6時13分に第2エンジンが燃料切れによりフレームアウトした。この時高度は39.000フィート、ラジェス基地までの距離はおよそ150回里りだった。エンジン1機では高度を維持することができなくなり、次第に降下していき、第2エンジンのフレームアウトから13分後についに第1エンジンも停止し、滑空状態となった。この時、 ラジス基地からの距離はおよそ65回り、高度は34,500フィートであった。航空機の電力はエンジンによる発電で賄われており、また、APU も燃料がないので動かず、ほぼすべての電気系統、油圧系統がダウンし、客室内も真っ暗になった。操縦士は非常用風力発電機によるわずかな補助電力で無線更新を呼び、 操縦系統に必要な作動油圧を確保した。高価率は毎分に000フィートであり、15から20分、後には海上へ、不時着水しなければならない計算であった。万が一空港にたどり着けない場合は海上に不時着する旨を乗客に伝えていた。ラジェス基地に近づくにつれ、そのままでは高度が高すぎることがわかり、滑走路手前およそ10回りの地点で360。 どの左旋回を行い高度を下げた。旋回中に高揚力装置である前円スラットを展開し、全部の車輪を出すことにも成功した。それでもまだ効果が足りず、何度かにわたり S 字旋回を繰り返した。午前6時45分に機体は滑走道端を通過し、速度200ノットで滑走道端から1030フィートの地点に一旦設置した後大きくバウンドし、 2800フィート地点で2度目の設置をした。エンジンが停止しているため逆噴射による制動ができず、アンチスキット機能が失われた状態での急ブレーキ操作で、全長1万フィートの滑走路の7600フィート地点でようやく停止した。10本あるタイヤのうち8本がバーストしていた。左主脚付近で小規模な火災が発生したが、待機していた消防隊によって、 すぐに消し止められた。緊急脱出シュートによる避難の際に2名が重傷、16名が軽傷を負った。当該機のエンジンは事故の6日前である8月17日に定期的な交換作業が行われていた。このエンジンは製造年により仕様が異なり、事故直前の交換時はちょうど旧仕様のエンジンから新仕様への交換となった。また、 使用の変更に伴い新旧エンジンでは油圧及び燃料の配管レイアウトが若干異なっており配管部品類も同時に交換する必要があったところが納品された新しいエンジンに付属しているべき配管部品が欠けており作業員はその旨を会社に伝えたが会社側は新しいエンジンに適合した部品の送付を待てないとして古いエンジンに付属していた部品を転用するように 指示した、新旧部品の形状は数ミリメートルの違いしかなかったものの、これが取り付けられたことにより油圧及び燃料配管がエンジン本体と接触した状態となった。このため飛行中の振動応答により、燃料配管に長さ80ミリメートル、幅2.5ミリメートルの L 字型の亀裂を生じ、この亀裂から大量の燃料が漏れ出ていた。カナダ政府は、 トランサット航空に対して不正な機体整備をしたとして25万カナダドルの制裁金を課した。コックピットで初めに表示された以上は左右の燃料タンク残量のアンバランスを示すものだったが、機内のマニュアルを正しく辿っていけば燃料漏れの可能性に気づくはずであった。そしてそれに気づいていればリスボンまでは到達できなかったにせよ、ラジェス基地まではエンジンが停止することはなかったと推定された。 しかし、実際には、全社の調査、対応に、多くの時間を費やし、結果として、最後の数十分間に必要な燃料まで空中に、ばらまくこととなった。メーデー、航空機事故の真実と真相では、副操縦士が燃料の急減を指摘したのに、大使機長は、景気の故障と見なし対応が遅れたと描写されている。ありがとうございます。